アースオン .tv 競馬部 MC のバーチャルキノコです。新型コロナウイルスが世間を騒がしています。JRA は感染拡大防止のため、先週の開催から当面の間、無観客での競馬になると発表しました。また各場外馬券発売所での発売や払い戻しも取りやめ、 電話とインターネット投票のみとのことですのでご注意くださいみなさん手洗いやおがいなど予防をしっかりとして早く新型コロナウイルスをやっつけて普通に競馬が楽しめるように頑張りましょうねそれでは earthon.tv 競馬部スタートです まずは先週行われた中山記念の予想結果ですが1着ダノンキングリー2着ラッキーライラック3着ソウルスターリングで見事坂織編集長が生まれんを的中しました。 ここからまた連続的中を続けていきたいと思いますさらにムーさんの阪神 G3 阪急杯穴馬情報でお知らせした浜中騎手の7枠14番ベストアクターが6番人気で見事1着でしたムーさんすごいですね今週も最後にムーさんの大阪城ステークス アナウマ情報もお知らせしますので、ご期待ください。では、今週の予想に入りたいと思います。予想するレースは、中山の G2、弥生賞、ディープインパクト記念です。出馬表はこちらです。最初に、坂織編集長の印ですが、本命は7枠8番の、ワーケアです。年末の G1 ホープフルステークス以来のレースになりますが、調教も順調でかなり仕上がっているとのことです。前走は0秒誤差の3着に敗れましたが、初の中山2000メートルで、差のない競馬を見せてくれたので、ここは素直にこの馬の力を信じていいでしょう。メンバーも手薄になる今回は、大目標の皐月賞に向けても、 落とせないレースと坂織編集長は申しております対抗は1枠1番の里のフラッグです偉大な父ディープインパクトの名前が入ったレースになりますしもしワーケアを逆転できるとしたらこの馬だと思います開催時期は違いますが同じ中山の 2000m でホープフルステークスを勝った コントリールと同じ時計で走っているからです。馬場が悪くならなければ、里のフラングが一着の可能性もあるとのことです。タイアナは4枠4番のオーロアドーネです。まだ未知数の部分もありますが、喫下賞やジャパンカップを勝った、エピファネイアの3区ですし、母も中距離決闘とのこと。間違いなく、 中山の2 0 0 0メートルは走るとのこと。手綱を取る三浦騎手も期待を寄せる一頭だそうです。レーンアナは5枠5番のブラックホールです。前走は休み明けで力を発揮できませんでしたが、まだ見限る馬ではないとのこと。札幌にサイステイクスのようなレースができれば、馬券に絡んできてもおかしくないとのことです。 バとして6枠6番のウィン・カーネリアンです前々走の不要ステークスのようなレース運びができれば上位に来る可能性もあるとのこと南区騎手もそろそろ重賞を制覇し勲章が欲しいと思います海外の G1 を数多く勝っているその剛腕が炸裂するとあわやのシーンもあるかもしれないとのことです坂織編集長は このとのことですそして次に決闘予想のムーさんの印ですが年末のホープフルステークスでも印をつけた8枠10番「オーソリティ」7枠8番「ワーケア」の2頭に加えディープインパクト3区の1枠1番「里のフラッグ」を推奨しています。 前々走の東京 2000m は1分59秒後というレコードタイムで勝ち上がり前走では今回と同じ舞台の中山 2000m も高度計で勝っていますリファールのクロスが良い方向に出ている可能性もありますが重賞ではまだ過信禁物とのことですですが素質の高い馬なので両馬場であれば好勝負になると思います 4頭目にロードカナロアの3区で3枠3番のパンサラッサです。特に馬場が渋った場合はこの馬の軸もあるとのことです。ムーさんはこの4頭を推奨しています。私キノコはサンバサウジダービーカップをフルフラットで勝利した世界の竹豊騎手が手綱を取る。 1一枠1番の里のフラッグが本命です。ディープインパクト3区の両決馬で、今、ノリに乗った竹豊騎手の勢いもあり、1着でゴール板を駆け抜けてくれると信じています。対抗は、私もホープフルステークスで印をつけた、5枠5番、ブラックホールです。決闘予想のムーさんに聞くと、 母馬の影響で夏馬かもしれないが、ゴールドシップの3区なので、大敗後の構想は十分にある、とのことです。畑2戦目で狙える馬だと思います。タンアナはルメール騎手が手綱を取る、7枠8番ワーケアです。このメンバーでは、一番強い馬だと思いますし、名手、 ルメール騎手を信頼してタンアナとします私キノコきのはこの3頭のワイドボックスで勝負しますそしてムーさんの大阪城ステークスアナウマ情報ですがまず1頭目に浜中騎手が騎乗するキングカメハメハの3区で母が名品シーザリオのグローブシアターです 大阪城ステークスではミスタープロスペクター系の成績はあまり良くないのですがこの馬は母シーザリオにサンデーサイレンス系が入っているので問題はないとのことです 1800m 戦は新馬戦以来となりますが距離短縮はプラスになると思うので狙い目とのこと2頭目はオルフェーブルの3区で和田騎手が騎乗する バイオスパークですこの馬、前々走で阪神の 2400m を走り、12着に敗れていますが、本来はアハ系の影響で、マイルから 2000m がベストの馬だと、ムーさんは分析しています。事実、前走は京都の 1800m 戦で勝っていますし、和田騎士との相性も良いと感じるとのことです。ムーさんは この2頭を穴をとしてあげてげいます。2頭とも人気薄なので馬券に絡んできたら高配当が期待できますね今週の競馬部の予想は以上となります今回からまた連続的中を続けていきたいと思いますご視聴していただいている皆さんもぜひ馬券購入の際の参考にしてください そして、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、今週はこの辺でお開きとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。